はい、どうもダナタです。では、今日もヒロトラやっていきたいと思います。ですね、ちょっと見てもらったらいいんですけど、 S ランククリアしまして、ハイスコア6230ポイント、ランキング68位に躍り出ました。現在の状況でいくと、まあ、こんな感じで、スコアを叩き出しております。まあ、上位陣はね、なかなか1位が6596ポイントということでね、なかなか強い印象を受けますね。はい。というわけで、まあ正直なところまぐれでクリアできたと思います。なので録画してしっかり、クリアできるところを見せれたらなと思っております。録画し忘れてたんで結局こんなことになりましたが、とりあえず今回一応チーム編成はこういう形になりました。で一応もう出てるメンツ全員レベルマックスにもうしましたので、安定感を出すために、まあこのような感じで、これ装備変えないといけないな。これどうしようかな。これはこれにしよう。でいくわ。はい、一応こういうパーティーで行っております。ちょっとね、あのクリアした時と若干パーティー変えたんですけど、まあいけると思う。セカンドフロアが一番難しいかな今回の中では。でやっぱ回復をねうまくやらないと正直負けちゃう。はい、かでくにしよう。ほんで防御してデラウェアでまずランマン行きましょう。私が守ります。チェーンがそんな感じでダメージ与えるんだな。ほんでこうこう行こうか。やるな。まあ大丈夫よ。ほんでフルフル行っただけ回復しましょう。ぶっちゃけヤンモモが倒れるときつい展開にはなる。暗闇がついて倒ったね。で、セーブはデクを守ってもらいましょう。で、こんな感じで援護します。うまいこと我慢チェーン。まあ、で、こういこうか。タップがうまいこといかんじゃない。入れるかな。OK。どうしよう。ヤオモモにつけてこれで行こうか。私が守ります。うわ、デク死んだ。きついのこれ。無理かもしんない。回復したらよかったかな。しゃあない。これでいきましょう。あ、早いか。あ、でもなんとかいけそうですね。行けましたね。はい、ちょっとデックが死んだのは予定外でしたけど、まあなんとかクリアと。初めてクリアしたとは1900何ポイントだったんでちょっと少ないね。はい、じゃ次、ミリオとサーナイトアイですね。で
一応ここのフロアは燃焼が使えるんでダビを入れました。まあ本当だったらこのドロキとかカッチャンとから入れたいんですけど、正直ここでショート使ってしまうと後半サードフロアが使えないんで、ちょっとまあ強い、燃焼が使えるユニットを入れるしかないんで、まあ私はダビしかいないんで、まあシャアなしで入れております。ではここはまず魅力をねしっかり倒しておきましょう。で燃焼がつければ OK かな。燃焼つかなかったですね。でカウンターを入れていった。燃焼がつけばねだいぶ戦いが楽になるんですけどね。まあ、とにかくサーナイトエイはそこまで強くないんで、とりあえずミリオをねしっかりぶっ潰していくみたいな感じになるかな。だから霧島がいないとでなくなっちゃいましたね。どうしよう、こう行ってこう行ってこうかな。限界を超えるって。これ燃焼がつけれたら OK。あーつけた前に死んじゃったか。まあ、しゃあない、こうで違うこうこうこうでいこう。なんとかなるかな。ここやっときゃなんとかなりますね。はっきり言って、うん、これでいいかな。デクが倒れなければなんとかなる。こうこうこうで限界を超える。全くそうだね。うん大丈夫でしょう。多分倒せます。やるな。パワー上げすぎるか。 OK 倒せました。ちょっと霧島が早いこと倒れてしまったのはちょっと予定外でしたが、なんとかいけましたね。2028ポイントで最終フロアですね。しがらきとオールフォーワンですね。でちょっとサブをね、オールマイト入れてたんですけど、ちょっとオールマイトあんまり強くなかったんで、ブースターがついてる、ジローを入れました。一応このパーティーで多分いけると思います。はい、よくといこう。まずはもうオールフォーワンをぶっ潰しちゃいましょう。これならどうだ。任せろサビーだ。あとは私に任せろ。で燃焼がつけばラッキー。あ引きましたね。この組み合わせはどうかな。で技を打ち込んでオールマイト強いんですね。ちょっと回復が微妙かなと思ったら回復しちゃいましょう。避けていいのか。壊してやる。大丈夫？怪我してない？うん、で、サビで。あとは私に任せろ。スマッシュ！
マイト書いて、OK、倒せましたね。いや、大量。これ燃焼がついた状態。なんとか耐えてる。じゃあ怖くて大丈夫、別に倒れてもいい。で、オールマイトに返して、こういこうか。これ使って任せろ、サビーだ。あとは私に任せろ。スマッシュ。では、プルスウルトラ打ちましょう。ミスディレクションってやつ。くそ、あとは僕が。打てなくなっちゃってる。こうこうこうでいこうか。混乱がつきましたね。まずいやつ。あとは私に体が湧いてきた。混乱はでかい。私はオールマ。でかいの行くよ。授業の成果を見せてやる。頑張ろう。あとは私に任せろ。スマッシュ。イラつくな。嫌いっけ。これ使って。人に恵まれた。やっと。これでいけるかな。デラウェア。いけました。はい。ただちょっと、もう少し回復がうまいこといけば、もっとハイスコアが狙えるのかなっていう感じですね。はい、6074ポイントですね。もう少しやっぱりこう組み合わせとかをうまくやれば、上位に食い込めるのかなと思います。で、今1位の人が6596ポイントなので300ポイント差あるんですよ。その300ポイントの差を埋めるにはやっぱり他のクリティカルだったり、やっぱ生存率を高めないと厳しいと思うんで、まあ明日から、超強化クエストが始まるので、もっと楽にクリアできる。ごめんなさい、もっと楽にねクリアできるのかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。そしてまあ今回のまあパーティーで使っているメンツをここら辺とかね、まだ全然強化しきれてないんで、強くしていってもっとこう楽にね戦える状態にしていったらいいのかなと思います。だってね、結局上位で使ってる人たちのねユニットとか見てもらったらいいんですけどね、正直ジローも持ってねえし、爆豪なんてないし、エンデバーもちろんいません、相沢先生もいないし、厳しい展開っちゃ展開、この人にだってはもうただただ掘り込んでるだけみたいな感じだしね、それでもまあクリアできるってことはそれだけ、キャラが揃ってるってことなんでしょう。でも私は揃ってないですからね、揃えたいっすよね。はい、というで今回はここら辺にしましょうかね。はい、また超強化した状態でこの VE タワーに挑むというような形を取っていこうと思っておりますので、またよろしければチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。それでは失礼します。